ブレンダ・シュルツ・マッカーシーブレンダ・シュルツ・マッカーシーは、オランダ・ハールレム出身の女子プロテニス選手。主に1990年代に活躍し、当時の女子プロテニス界で最速サーブを誇るビッグサーバータイプの選手として知られた。WTA ツアー通算でシングルス7勝、ダブルス9勝を挙げ、1995年の全米オープンで女子ダブルス準優勝者になった。 自己最高ランキングはシングルス9位、ダブルス7位。1995年に結婚し、以降は既婚選手として自分の姓、シュルツと夫の姓、マッカーシーを併用して活動した。夫のショーン・マッカーシーはアメリカ人で、かつてはシンシナティ大学のアメリカンフットボール選手だった。9歳からテニスを始め、1986年にプロ転校。 1988年から女子テニス国別対抗戦、フェドカップのオランダ代表選手に選ばれる。初期の活躍は、1988年、全仏オープンと1989年、全豪オープンで4回戦進出があった。1990年と1991年には、2年連続でウィンブルドンの4回戦に進出した。 ダブルスでは1989年全仏オープンと1990年全豪オープンの2大会でアンドレアテメッシュバリと組んだ準決勝進出がある。1991年8月、シュルツはアメリカの OTB オープンで女子ツアーのシングルス初優勝を達成した。1992年は全豪オープンでステファニー・レイヒと組んで2年ぶり2度目の女子ダブルス。 準決勝進出がある。1995年4月8日、ブレンダ・シュルツはショーン・マッカーシーと結婚し、二つの姓を併用して、ブレンダ・シュルツ・マッカーシーと名乗るようになる。この年に両親の双方を亡くす不幸も経験したが、彼女の最盛期はこの年に訪れ、ウィンブルドンと全米オープンの2大会連続でシングルス準々決勝に進出した。ウィンブルドンでは、 女子ダブルスでガブリエラ・サバティーニとペアを組んでベスト4に進出しシングルス準々決勝で第2シードのアランチャ・サンチェス・ビカリオと顔を合わせる。全米オープンのシングルスでは4回戦で第6シードだった日本の建木美子を7から5、3から6、6から2で破り続く準々決勝で第4シードのコンチタ・マルティネスに敗れた。この大会の女子ダブルスで シュルツ・マッカーシーは、レネスタブスと組んで決勝に進出した。二人は、当時最強を誇ったジジ・フェルナンデスナターシャ・ズベルグ組に5から7、3から6のスコアで敗れ、シュルツ・マッカーシーは、全米女子ダブルス準優勝者になった。1997年10月、彼女は、カナダ・ケベックシティ大会で最後のシングルス優勝を飾った。ブレンダ・シュルツは、 オリンピックのオランダ代表選手として、1992年、バルセロナ五輪と1996年アトランタ五輪の2度出場した。バルセロナ五輪では、シングルス2回戦、ダブルス1回戦敗退に終わる。2度目の出場だったアトランタ五輪では、マノン・ボーラグラフとのダブルスで準決勝に進出した。シュルツ・マッカーシーとボーラグラフは、女子ダブルス準決勝で、 アメリカ代表のジジュフェルナンデスメアリー・ジョー・フェルナンデス組に敗れた後、準決勝敗退2組による銅メダル決定戦で、スペイン代表のアランチャ・サンチェス・ビカリオコンチタ、マルティネス組に1から6、3から6で敗れ、オランダ代表としての銅メダルを逃した。1990年から1997年までの間、シュルツ・マッカーシーのサービスは、女子最高速度を誇っていた。 1997年のウィンブルドンで彼女はサービスの自己最高速度を出している。しかしこの年の秋からビーナス・ウィリアムズが台頭し、シュルツ・マッカーシーよりもはるかに安定した超高速サーブを放つようになる。ビーナスの台頭とほぼ同時にシュルツ・マッカーシーのテニスも衰えが目立ち始めた。1998年はシーズンの半年しか試合をこなせず、 全仏オープンの1回戦敗退後に背中の手術を受けた。その1年後、1999年の全仏オープン1回戦敗退を最後にブレンダ・シュルツ・マッカーシーは28歳で現役を引退した。2005年、シュルツ・マッカーシーは1997年以来8年ぶりのフェドカップに出場し、2006年からのツアー復帰を表明した。 復帰後最初に出場したツアー戦は、日本の東レッパンパシフィックオープンテニストーナメント予選会であった。この年は、シンシナティマスターズシングルス予選1回戦で、ジュリア公演、アメリカに2の6、4から6で敗れるも、その試合で1998年に記録した、女子サービス最高速度 204km を上回る 209km のサービスを叩き出し、 サービス最速記録を再び支中に入れると大きな話題となった。本来はこの年限りの参戦を予定していたが、本人の予想以上の好調さから方針を転換し、2008年まで3年間下部ツアーであるサーキット大会を中心に転戦を続けた。ありがとうございます。